原源の微積物理のおかげで今日の模試の力学ほぼ解けた。電磁気変は点点点、ありがとうございます。微積物理って、その…まあ、もちろんね、微積を使わなくても解けるようにはなってるんですよ。大学入試の勉強物理ってね。だってね、ねあの…一応微積物理っていうのはみんな習わないわけじゃないですか、学校で。 だけど、微積物理習わなきゃ解けないような問題は出すわけにはいかないんですけど、まあ、微積使った方が圧倒的に楽だよっていう、ただそれだけですね。圧倒的に公式を覚える必要ないし、その、たくさん公式、分あの教科書に載ってると思うんですけど、あんなん、ね、すごい詰め込んだとしても、多分1年後には忘れてるじゃないですか。ね、詰め込んだとしても。でも僕は、理解してるので、頭で商標って導けるんですよね。 もう受験から何年も経ってるけどすごく簡単なこと単振動とかものすごく公式いろいろあると思いますけどもうね運動方程式立てて2回微分した部分がここに出てくるわけだからルートすればまあ核振動数になってじゃあ周期はどうなってとかっていうのはもう楽勝なんですようんそんな感じなのであの美、ー、積、まあ、使うといいよっていう話なんですけど電磁気編はちょっとあのー、まだ 政策に取り掛かれててななくて申し訳ないですちょっとね優先順位的にいろんなあのー、ねまあ美,美積の電磁器編っていうものもいろいろねあの出したいもののうちの一つではあるんですけど他にも出したいものかって申し訳ないですすいません。